皆さんこんにちは。今日はですね、新しい仲間をですね、ご紹介していきたいと思います。昨年からずっと一緒に仕事はしてくれてはいたんですけれども、今回ね、動画では初登場となりますので、新しい先生をご紹介していきたいと思います。では、行ってみましょう。初めまして、歯科医師の徳安と言います。歯科医師になって13年。今はですね、村津歯科の方で虫歯の治療や、かぶせ物の治療、歯の根っこの治療、プラス矯正治療、最近ではインビザラインに力を入れて診療させてもらっています。ね、いろんな患者さんをいっぱい見ていただいているんですが、まあ特に治療するときに、まあ、こういった心がけをしているとかですね、思いとかっていうのはありますか？特に大事にしていることは、患者さんとしっかりお話をする時間を作って、患者さんが気になっていること、すべてにお答えして、納得していただいてから治療するようにしています。ちょっと、今は緊張して、だいぶ顔が硬くなってます。普段はね、ニコニコなんですけどね、まあ、ちょっと硬くなってますけど、そう、とても普段は笑顔で、にこやかなんですけども。まあでも本当そうですね。本当に患者様からの評判も良くてですね、本当にいつも助かっております。今回はそのインビザラインとかもね、今やってもらっておりますけれども、はい、矯正治療の難しさとかですね、そういうのってあったりしますか？僕は大学の時、歯医者さんを育てるための学部、歯学部ですね。そこに通っている時に、自分自身はワイヤー矯正を受けたんですよ。その頃はワイヤー矯正しかなくて、それで今、こういう口元になっているんですけれども、当時インビザライン治療があれば、間違いなく僕はそちらを選んでいたかなっていうくらいに、インビザライン治療っていうのは患者さんの負担も少ないですし、歯の動きとかが目に見えて分かりやすい。かつインビザライン自体は世の中に出て実際は20年ぐらい経っていて、今アジアでは100万人ほどの方がインビザライン治療を受けてあって、全世界では1000万人とか受けてあるんですけれども、それによって技術が毎日毎日革新されていって、前日よりも次の日の診療、次の日の診療よりもまた明後日の診療の方がよりよく診療を進めていけるような状態なので、また新しいことを学べていることがすごく楽しいなと思います。ちなみに徳安先生が歯医者を目指すきっかけになったことって？僕が歯医者になったのは、父親が歯医者だったからっていう理由なんですけれども、1階が病院で2階が自宅だったんですけれども、仕事が終わって上がってきてくれた時にですね、今日あった治療とかこういうことをしたよとかですね、患者さんからも良くなったよとか父親が声をかけてもらっているのを見るたびに、ああ自分も父親と同じような仕事に就きたいなと思って歯医者になりました。今後はですね、村津歯科クリニックでですね、インビザラインの治療の方を頑張っていてですね、矯正の主任で診療されている三島先生とともに、一人でも多くの患者さんににっこり笑えるような笑顔が届けられるような診療をしていきたいと思います。ありがとうございました。これからも、まあ、時々ですね、徳安先生も登場してもらいながら、いろんなことを発信していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。お願いします。またですね。好きな食べ物は何ですか？もともと出身が長崎なので、まあ、ちゃんぽんが好きですね。もうリンガーハット大好きって感じです。